カニ、カニの裏、これカニの裏、これはカニ、これがカニです、これはカニ、カニの裏、カニ、あーまだちょっと生きてるな、カニ、毛ガニです。こんばんは、劇団スカッシュで、今日はですね、実家から毛ガニ、毛ガニが送られてきたので、毛ガニを茹でて食べる動画です。毛ガニを茹でて食べるだけの、この毛ガニなんですけど、うちの親父はですね、なぜかガニって言います。ガニ、俺はでもあんまり言いません。これの顔がこれぐらいです。毛ガニはこれぐらいです。これは正面から見た、ちょっと痛い痛い痛い、ああまだちょっと挟む力はあるな。はい、まず毛ガニをよく水洗い、沸騰したお湯に塩ですね、水洗いした毛ガニを投入。はい、これで茹でること15分ぐらいかな。はい、毛ガニが茹で上がりました。はい、こちらの毛ガニを食べます。うん、うまい。はい、こうやって足をガツガツと食べましたらば、ここのところわかるかな、ここのところが一番おいしいんです。ここのところですね、この身が白いところ。撮影しながら食べるのは本当に、白身のところは一番おいしいところですね、毛ガニの。食べきりました。こうした後はどうするかというと、甲羅を外して味噌と呼ばれる部分ですね。子供の頃はね、あんまりカニの中身は僕はあんま好きじゃなかったんですけど、これでも一応漁師の息子なのでね、こういう感じですね。こういう感じで甲羅を外すと、ちょっとグロテスクですけど、カニの内部が出てきます。これが俗に言うカニの味噌と呼ばれる部分ですね。ここが美味しいんですよ。これちょっとね、おいおいと、そんなのを食べるのかという感じですけどね。あんまこんな動画は見ないですね。カニの味噌です。これにね、日本酒なんかを入れて飲むと美味しかったりもするんですけど、こっちはね、こういう感じですね。ちょっと気持ち悪いと思った人はごめんなさい、これが美味しいんです。毛ガニの動画でした。